か。メンフクロウが近づくと、羽を広げて前のめりに。目つきも変わった。自分より格下の相手に対しては、俺は強いんだとばかりに、とっても強気なポポちゃん。だがの天敵ワシミミズクが近づくと、その態度は一変。一体どうなるのか。もう一度ご覧いただこう。ワシミミズクの登場に身の危険を感じたのか、急激に体を細め始めた。そのまま観察していると、開いていた目をつぶり、最終的にはこんな姿に。何やねん。その大きさたるや通常時のほぼ半分。実はこれ、ワシミミズクから見れば木の枝に見えるらしい。さらにその技にはこだわりが。腹部の羽は枝の色とはほど遠い白。そのため常に敵に対して背中を向けるように動き続けるのだ。これではかえって目立ってしまう気もするが、本人は真剣そのもの。